おいしいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねってとびきりの笑顔を見せてくれるよ。皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はですね、ミートソース、ミートソースを皆様と一緒に作っていこうかなと思います。ミートソーススパゲティというやつでございますね。よかったら参考にしてみていただければという感じでございましょうか。よかったら参考にしてみてくださいませ。はい、とりあえず材料の確認をしてみますと、必要なものは、ひき肉と玉ねぎ、あと、とんかつソースとケチャップという感じです。この4つがあれば、なんとかなります。で、あったほうがいいものとして、人参とか、えのきたけとかあるんですけれども、マッシュルームとかあるんですけれども、この辺はレシピプリントの方を見ていただくか、もしくはその動画内でもおいおい説明をさせていただこうかなと思いますので、そちらを参考にしてみてくださいませ。とりあえず、材料、野菜を切るところから、スタートいたします。今回は玉ねぎと、人参を使っていきます。もしこの切り方とかについて、別に説明をいらねえぜという方がいらっしゃいましたら、ちょっと動画を飛ばしてみてくださいませ。この辺に今ボタンを出しますので、ちょっとそちらをさっ、ポチッと押して動画を飛ばしてみてください。で、切り方に関してですが、玉ねぎはね、この間チャーハンの時にやったから、とりあえずよしとして、人参の切り方をちょ今回はご紹介させていただこうかなと思います。とりあえず、人参は、ピーラーでまず皮を剥きましょう。ピーラー。よしよしよし。下に向けようかな。その皮むき器で、手を切らないように気をつけて、剥いていってくださいませ。たまにその大根とかね、その皮むくときに手を切ってしまう人がいるんですけども、気をつけてください。コツとしては、このピーラーを持っているこの右手があるじゃないですか。ここにこのもちろん刃があるわけなんですけれども、この刃に左手の指を近づけないということです。これが良い例。悪い例としてはこういう感じ。こんな感じで人差し指とか親指が上の方に出てしまうと、ピーラーでこうパパパッと切ってしまう恐ろしいことになってしまうので、人差し指とか親指とかをできるだけその食材の下の方に回して、ピーラーの刃に近づけないという感じです。で、この、人差し指とか親指とかでこうくるくるこう回しながら、食材を回してピーラーで切っていくという感じです。こんな感じで気をつけると、まず、ピーラーで手を切るということはないので、気をつけていただけると嬉しいなと。という感じです。で、ちょいと洗いまして、今回、人参はみじん切りにしていきます。すごくしんどいです。人参のみじん切りはすごく大変でしんどいです。でも、気合でちょっと頑張っていきましょう。とりあえず、いくつかやり方を紹介させていただきたいんですが、まず1つ目は、すごいオーソドックスな正攻法のやり方、正攻法です。まず、ある程度の大きさ、そうですね、6センチ、7センチぐらい。この場合だったら3等分かな。まず、このぐらいのサイズに切ります。一番めんどくさい正攻法でいきます、まずは。一番めんどくさい正攻法です。で、こんな感じで切ったら、まず一番下の方を薄く切ります。こんな感じですね。そうすると、ここに平面が出てくるので、まずここで立つようになるんですよ。人参が転がらずに立つようになると。で、この状態で、転がらないように押さえながら薄切りにしていきます。まずこちらからちょっとずつ薄くと。で、大体半分いかないぐらい。お、救急車。半分いかないぐらい。このぐらいですね。このぐらいで、面を返します。このまま切っていっちゃうと、そのね、平面出しているところを越えてしまうので、転がってしまうわけなんですよ。なので、ある程度のところで逆側にして、この切ったところも一緒にこの左手で支えながら、またできるだけ薄く切っていきます。で、こんな感じでできるところまで切っていくというのがまず第一ステップです。結構めんどくさいというか、大変です。でも、この人参のみじん切りはすげえいい包丁の練習になるので、もし時間があれば、ちょっとこんな感じで手間暇かけて、ちん切りしてみていただけると嬉しいです。で、スライスが終わったら、まずこんな感じでまとめます。こうですね。で、このスライスした束を、自分から向かって右側に
倒します。右側です。左側に倒すと、すごい切りづらいので気をつけてください。自分から向かって右側に倒すわけです。こっち側に鳴らすわけですね。で、この状態で、ある程度こう、なんていうんですかね、均一に広げまして、ここから千切りにしていきます。みじん切りするのに千切りにするのって感じですけども、千切りにするんですよ、まずは。ちょっとめんどくさいっすよね。時間かかるんですよ、本当に。で、ちょっとやってみましょうか。見えるかな。左手でできるだけ全体を包み込むような感じで押さえてあげると何かと良いかと思います。こんな感じです。わかりますでしょうか。まあ、普通に、ね、平たくスライスして横に並べて、まあ、その縦に切っていけば千切りになると思うんですけれども、こんな感じです。で、この切っているときにこっち側の人参がこの上下にグラグラと動いたりとかするんですが、それを動かさないように切っていくのが最大のコツという感じです。この左側に束ねた人参が動いてしまうと、その時点で大きさとかがばらけてしまうので、いかにうまく左手で押さえつけるか、それがまあすごい勝負どころという感じです。で、うまくいくと、こんな感じで、最初から最後のところまで千切りが。出来上がるという感じです。で、今度は、最終ステップですね。第3ステップ。これを横に並べて、ここから刃を落としていきます。見てるだけでめんどくせえって感じですよね。そうなんですよ。めんどくせえんですよ。なんで、まあ、人参のみじん切りは結構気合い入れないと大変です。で、この左手のこの親指と小指を使って、ここっち、なんですかね、こう束ねながら切っていくような感じです。このやっぱりこう切っていくと、人参がこう広がろうとしてしまうので、それをこの小指と親指でこの押さえながら切っていきます。で、中指とか薬指とかはね、指切らないようにこう丸めつつ、で、この親指と小指でこう束ねつつ、で、結構左手のこの手のひらとかもね、人参全体をこう押さえながら、着々とこう切っていきます。これ、完璧にきれいにみじん切りにするのは結構難しいんですけれども、まあ、一番手間暇かかりますが、技術の向上にもつながり、なおかつ、その、なんていうんですかね、成功法っていうんですかね、そのズルしないやり方が、まあ、こんな感じのみじん切りという感じです。結構喋りながら、サクサクやってるからね、ああ、なるほどね、そういうものなのか、今度やってみようなんて思うかもしれないですけれども、実際やってみると、むず、めんどってね。なると思います。まあ、興味があったら、本当にやってみていただければと。普通になんかこう、フードプロセッサーとかあれば、そういうのを使っていただいても大丈夫ですし、あと、この、なんか、おろし金みたいな形で、スライサーっていうんですかね、なんかこう、シャコシャコっと吸っていくと、なんか板買ってシャコシャコって吸っていくと、なんかこう、みじん切りになるみたいな、なんかそういったアイテムとかもあるので、そういうのを使っていただくのも全然 OK です。で、こんな感じで、ある程度みじん切りが終わったら、玉ねぎの最終的なみじん切りと同様に、真ん中にこの刃を落として、手前から真ん中に持ってって刃を落として、奥から手前に持ってってという感じで、こんな感じでみじん切りにしていきます。ここでまあ最終的にその粒を揃えるという感じですかね。まあ、ミートソースの中に入っている人参なんで、ちょっとぐらいゴロゴロしても全然大丈夫です。まあ、そんなに神経質にならずにやっていきましょう。別にめんどくさいんで、このままもう鍋に入れちゃいます。で、これを、残りの、この2分の、3分の2か。もう同じことをやっていくわけですね。では、もう一つのやり方にちょっと行ってみましょう。もう一つのやり方は、このブロックを立てておきまして、ここから切り込みを入れていきます。包丁入れすぎて、ここを切り取ってしまうと、みじん切りができないので、切り取らないように気をつけてください。コツとしては、まずこの一回この斜めにこの刃をバッと入れるじゃないですか、ドーンと。で、この時にこの先っぽがまずまな板につくようにこう斜めに入れていくわけです。こういうことですね。これがその平行にこのまま包丁を入れてしまうと切り離してしまうので、斜めにまず入れるわけです。ドツンと。で、この状態から手前に下ろすんですが、この、なんて言うんでしょう、この手首の角度とかをですね、この調整して切り離さないように気をつけるという感じです。こんな感じで包丁をまず入れていきます。できました。こんな感じです。で、今度はこれを回転させて、こっち側から包丁を入れていきます。
うまく切れなくなってきたなと思ったら、逆側から入れていきましょう。そうすると、こんな感じでバラバラな状態になるわけですね。これを横に寝かせて、このまま縦に刃を落としていけば、みじん切りができると。ちょっとやってみましょうか。縦に。よいしょ、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 よいしょ。ところどころ、この人参自体をコロコロさせて転がしてあげると、切りやすいかと思います。こんな感じです。なんかダイスカットっぽくなりましたね。こんな感じでやるみじん切りの方法もあります。で、そのままこの輪切りみたいなのを続けていって、ある程度のところでやっぱりこの切り込みが、ね、なくなってしまうから、まあ、いわゆるその薄切りになってしまうわけですよ。で、この薄切り部分に関しては、さっきと同じように、この縦に包丁をバーッと入れて、まず千切りにして。で、この千切りにしたやつを横にして、並べて、このまま一緒にみじん切りにしていくという形になります。こんな感じです。さっきのやり方に比べると、やっぱりどうしても粒が大きくなってしまうんですけれども、ちょっと包丁に自信がない方とか、めんどくさいという方は、このやり方でも OK です。ということです。そうですね。前回の時、チャーハンの時もやりましたけれども、まあ、玉ねぎをみじん切りにしていくわけですよ。このヘタの部分を残して、まず周りから、斜めに刃を入れていくと。できるだけその球体に沿うように、こんな感じで串になるように入れていくと良い感じです。で、こんな串になってきたら、その周りからさらに縦に刃を入れていって、みじん切りにしていくと。まあ、今回ミートソースになるわけなんですけれども、煮込むので、チャーハンの時よりもざっくり大粒で大丈夫です。全然細かくすることに神経をつかないでください。どっちみち煮込んで、ね、すごいもうふやけて柔らかくしちゃうんで、結構大粒でも大丈夫です。最終的にまあこんな感じでヘタだけ残るという感じです。ふいふいふい。まあこんなもんで十分でしょう。ふいふい。で、お鍋の方に余分な野菜を入れていきます。人参がないよという方は玉ねぎだけでも大丈夫です。人参入れた方がね、やっぱりその栄養的にもすごくいい感じになりますので、できるだけ根菜取りたいですし、もし根気があれば、人参の方も用意して、頑張ってみじん切り、トライをしてみてくださいませ。めんどくせえという方は、玉ねぎだけで大丈夫です。で、おまけの方もいろいろ書きましたけれども、やっぱキノコ類を何かしら入れると、すごくおいしくなります。マッシュルームとかの方がいいかなと思うんですけど、マッシュルームって何気に高いじゃないですか。なので、僕は個人的にお勧めしたいのは、えのきです。えのきはですね、何気に。すげえいけてます。袋ごとこんな感じでざっくり切りまして、でこのまま、まあ半分ぐらいですかね、切って、このまま加熱をしていきます。ちょっと加熱をしていきましょう。ほい、ほい、ばらけさせます。たまにそのエリン、こういうね、えのきだけとか使うときにそのまま入れる人いるんですけども、まあ、そのまま使うときももちろんあるんですが、まあ、できるだけこう根元の方はですね、このほぐしてバラバラにしてあげると、良いかなと思います。あ、そういえば油を敷いてないですね。油敷かなきゃ。油敷かなきゃ。でもえのきが、うお、キノコ臭い。えのきが、キノコ臭いさ、そら、だってキノコだもん。ほらわー。えのきは1パック100円とかですからね。安いっすよね。いいっすよね。いい感じっすよね。で、ちょっと順番が前後してしまって、すごくあれなんですけれども。まあ、何かしらサラダ油、ないしは、こういったオリーブオイルを入れると。ちょっと量が多いので、たっぷりめにいってみましょうか。ほい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 。で、全体がしんなりするまで、このまま炒め続けてください。ちょっぴり余談ですけれども、IH とかの場合は、鍋を振ることができないんで、なんかこの鍋、こう持ってこう振っちゃうと、おいっつってこうね、IH が、おい、鍋ねえじゃねえかっつってこう、お怒りになるので、まあ、動かせないわけなんですよ。なので、このキベラとかの使い方がとても大事になってきます。なんて言うんでしょう、この具材をね、やっぱりその飛び散らせたくないですし、均一に火を通したいですし、でこううまく混ぜ続けたいんですけれども、やっぱりこう、鍋肌にあるこういう野菜が、
焦げ付きの原因になったりとか、その火の通りがまばらになる原因になったりとかするんですけど、基本的にこうそこからね、このバーッとこう混ぜ続けていくんですけれども、そこからずっと混ぜ続けていくと、やっぱりこう鍋肌の方にこういう感じで、この野菜がこういう感じですね。くっついてきてしまいます。こういうのをこの2文字を使ってうまく、この研いでいくわけなんです。基本的にこのこれよりもこの上に行くと、すごく面倒くさいことになるので、あんまりこう上に行かないように気をつけてください。この木べらをこういう感じで斜めにして、こう逆にするんじゃなくて斜めにして、上からこうこそげ取るような感じで取っていくわけです。こんな感じでこそげ取ると、で逆側の場合、内側の場合は、こっち側じゃなくて内側の場合も同じようにこう斜めにして、この細毛取ってあげると。そうすると、鍋肌の方とかの具材もきれいに火を入れながら加熱することができやすい。こんな感じですね。そこの方をひっくり返して、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 そして鍋肌の方をかすめ取る。かすめ取る。ひっくり返して、ひっくり返して、ひっくり返して、かすめ取る、かすめ取る、ひっくり返して、これかすめ取る、かすめ取る。おっ、だいぶ野菜がしんなりしてまいりました。そしたらひき肉の方を入れていきましょう。今回これひき肉 556g あるんですけども、さすがにこれちょっと多いかなって感じです。感じですね。で、まあちょっといい感じのところを、バババッと入れていきます。で、分量の中には書いてないんですけれども、臭み消しのためにお酒と生姜と、ニンニクは、ちょっとはざらっと入れて、膨れて、振って入れていきましょう。適当な量で大丈夫です。わー、ない。わーい。まあ、こんなもんです。もっとニンニク効かせた方が好きだぜという方はたくさん入れていただいても大丈夫です。ニンニク多めの方が、なんかこうね、香りがすごく良くて、なんかモリモリ系の味付きになりますので、風味になりますので、モリモリ系にしたい場合は、ニンニクを多めに入れてみてください。よし、だいぶいい感じで、肉の方も、炒まってまいりましたので、ソースをちょっくら入れたいなと思います。まあ、いろんなソースが世の中にはありますけれども、おすすめの組み合わせとしては、ベルモンテとブルドッグの組み合わせという感じです。このブルドッグのとんかつソースと、あとベルモンテのケチャップですね。この組み合わせが僕のおすすめという感じです。まあ、別にケチャップだったら何でもいいんですけれども、別にハインツでもいいですし、カゴメでも構いませんし、何でもいいです。とんかつソースもね、別に中濃とかウスターとかでもいいですし、もしその近畿の方だったら香味ソースとか使ってみても面白いのかなという感じです。ただまあ、僕のおすすめとしてはとんかつソースって感じですね。ブルドッグのとんかつソース。全然関係ないですけども、愛知の方とか、香味ソースってあるじゃないですか、香味ソース。あれ、普通に関東にはないんですよ。ちょっと衝撃じゃないですか。香味ソースの、こう関東で買おうと思ったら、まあ、スーパーにはまず売ってないっす。で、そんな感じで、まあ、何でもいいんで、ケチャップと、まあ、そのソースを入れるということでございます。で、大体、まあ、割合としては1、1ぐらいの割合で入れられると良いかなと。で、この具材が、ちょっとこう、ひたひたになるぐらいが目安です。あんまり多すぎても、まあ、別にそれはそれでいいんですけども、自分はいつもこんな感じで、まんべんなくその具材がひたひたになるかなぐらい入れているような感じです。で、ここで、砂糖を、まあ、小さじ1杯ぐらい。あと、醤油。もう、大さじ1ぐらい。という感じです。もし、トマトの缶詰入れる方は、ここで、トマトの缶詰も入れてください。で、これを適当に混ぜ合わせて、煮込んでいきます。で、煮込む際に、ハーブ類を入れた方が全然美味しく仕上がるので、まあ、何かしらハーブを持ってたら入れてみてくださいませ。おすすめの組み合わせは、バジルとオレガノ。まず、この2つはですね、もう入れた方が格段に美味しくなるので、バジルとオレガノはね、できるだけ入れてほしい。バジル、オレガノ。
もうこれを入れるだけでですね、もうそのパスタのなんていうんですかね、完成度みたいなのがですね、ぐっと劇的に変わるんですよ。で、他に入れた方がいいものとしては、ナツメグ、あと僕はクローブですね。クローブ。で、あとローレル。ローレルもできれば入れた方がいいですね。これでまたこうね、香りが変わるんですよ。ちょっと大盛りで4枚ぐらい入れておきましょう。あわっつって。大盛り、大盛り。もうこの今、香りがすでにちょっとこのレベルが変わってきてる感じがあります。で、全体にこうちょっとなじませて、まあ、ここからコトコトと煮込んでいくわけですね。水分飛ばすのが目的の一つなので、あまり蓋とかはしないでくださいませ。できればその開けた状態のまま、コトコトと、できれば弱火で煮込んで、いきます。弱火で煮込む。で、ちょっとね、ケチャップがあちゃごちゃ飛び散るので、洋服とかにくっかんようだけは気をつけてください。では、こんな感じで、しばらく煮込んでいきましょう。ほいほい、ちょっくらスタジオに行ってまいりました。普通にさっきまでソース作ってからちょっと4時間ぐらい経っております。ちょっとレコーディングで、スタジオの方に行ってまいりました。で、そのレコーディングが終わって今、自宅に戻ってきて、これからパスタを入れようかなという感じでございます。よかったら、歌いすと滝沢勝成と石川美穂、11月2日にアルバムが発売しまして、ワンマンライブもその日に八王子で行いますので、よかったらチェックしてみてくださいませという感じでございます。ではでは、ちょっと隣にガスコンロを置いて、お湯を沸かしながらパスタの方を茹でつつ、ソースを仕上げていきましょう。よいしょっと。とりあえず、さっきちょっと冷めちゃったんで、温め直しました。温め直してこう、ある程度汁気がなくなってきて、ちょっとこのもっさりする感じですかね。こんな感じになってくれば、とりあえず OK って感じです。煮込む前に味見したときと、全然味は変わってると思います。ちょっと食べてみてください。味見してみてください。うん。すごく、すごく美味しくなっております。すごく美味しくなっております。でもしここでそのケチャップ足したりとか、ソース足したりとかしたければ足してくださいませ。基本的に味がないなと思ったら、そのケチャップとソースを足せば OK です。でもうちょっと甘みがあった方がいいなという感じだったら、砂糖を足せば OK。でもう少しこの、なんか旨味みたいなのが欲しいっていうときは、醤油を足せば OK という感じです。パスタ茹でるときは、さっきみたいにその塩を入れて、まあ、本当は1人前ずつ茹でた方がいいんですけどね。僕はいつも大体まあ2人前ぐらい、大体 200g ぐらい。一気に茹でて、で、一食はそのまますぐ食べて、もう一食は冷蔵庫の中に入れたりとかして温めると、食べるときになんか温めたりとかします。で、本当はよろしくないんですけども、僕はいつも一人で食べるときはこんな感じでフライパンで麺を茹でてしまいます。本当はまあね、すごいでっかい両手鍋、なんつうんだろう。例えば、こういうの。こういうのとか使えると本当は一番いいんですよ。すごいでかくてその両手鍋っていうんですかね。その深さもあって大きさもあって、こういうのが使えると一番いいんですけれども、まあ1人前を茹でるためにあそこまでのお湯を張ってお湯を沸かすって考えるとなぁなんて思ってしまうので、まあ、いつも1人前2人前とかだったらこんな感じでフライパンで茹でてしまっているような感じです。ある程度ね、その深さを作っておいて、で、茹でて、パスタが柔らかくなったならば、すぐにこうやってね、お湯の中に沈めてあげれば、そんなに遜色なく仕上がるので、こういった方法もおすすめでございます。割とコポコポしている状態だったら、火を弱めても割と茹でられます。で、忘れずに、タイマーの設定をしておきましょう。で、お湯が少ないときは、そのパスタがその泳げないので、ちょっとこうトングでね、こうついてあげながら、パスタ同士はくっつかないように仕上げる必要がある感じです。まあ、ずっとやってる必要はないんですけども、まあ、たまにちょこちょことついてあげましょう。そうするといい感じで、パスタがくっつかなくなります。で、こちらの、アイリスオーヤマの IH ヒーター、実は今、初めて使っているんですけれども、これ、使い方がちょっとわからないです。どなたか知っておりますでしょうか。なんか、ここに弱くスイッチと強くスイッチと揚げ物スタートボタンと加熱スタートボタンと切りボタンがあるんですよ。だからこの揚げ物スタートボタンと加熱スタートボタンが点滅してて、加熱スタートボタンが押せないんですよ。押しても意味がねえというか。で、揚げ物スタートボタンはなぜか効くんですよね。でも揚げ物スタートボタンだとこの150度にキープする、160度にキープするみたいな感じで、多分ずっと強火で加熱をし続けることになるので、
弱火ができねえって感じなんですけれども、これご存知の方いらっしゃいましたら、コメントで教えていただけますと幸いです。ちょっと調べて説明書とか見たんですけども、加熱スタートボタンと揚げ物スタートボタンが両方点滅しているという案件はちょっと見つかりませんでした。これはどういうことだ？初期不良かしら？新品なんですけど。うん。そうそういいでしょう。そういうカセットボンベのガスがなくなったのが5時ぐらいに茹で上がりという感じです。カセットボンベのガスがちょうど今なくなりました。ふい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 。ちょっといい。で、これはもう使わないから、敷いて、ちょっといい。で、人によってはそのパスタ揚げてからここにね、すぐオリーブオイルをなんつ絡める人もいるんですけども、僕はオリーブオイル絡めないタイプの人って感じです。好みでオリーブオイルをちょっと垂らして、少しこんな感じでこのパラパラとひっくり返しながらなじませてあげると、それはそれですごく良いかなという感じです。ちょっと自分はあんま好みではないんで、それはやらないです。で、できるだけその白い大きいお皿に盛り付けましょう。パスタ関係の時はその白くて大きい皿っていうのが定番です。丸くて白くて大きい。やっぱりなんかこうね、白いお皿だとすげえ見栄えが良くなるんですよね。なんで、できるだけこういう白い皿を使うと良い感じです。で、盛るときはできるだけこうひねりながら盛ると。ひねりながら。こんな感じです、こんな感じです。で、こっちの残りの方、後で食べる方に関しては、こっちはもうオリーブオイルをかましておきましょう。オイル振っとかないとくっついてしまうので、こっちの方は振っておきます。で、食べるときに電子レンジで温めたりとか、もしくはそのフライパンとソースと一緒に温めたりとかして、使っていくような感じです。で、こっちは振らないって感じみたいな。もうちょっと入れようかな。いやー、なんか今日朝5時ぐらいから起きてるんですけども、まだ何も食べてないんですよ。今、夕方6時ぐらいなんですけど、なんか、そのレコーディングの作業がすごいバタバタしてて、なんかその合間にこんなね、ミートソースの動画とか作ってたら、本当にいよいよ時間がなくなってきて、今、急いでスタジオに行って、急いでレコーディングを終わらせて、で、また今、急いで戻ってきて、これからまたリハーサルなんですけど、すげえもうあたふたあたふたな感じでございます。で、こんな感じで僕はいつも、パスタを盛ったらソースを盛るようにしております。で、好みでこういうマリーシャープスとかね、このペッパーソースっていうんですか、を振りかけると良いでしょう。タバスコとかでもいいんですけども、ちょっとこのね、少し趣向を変えて、マリーシャープスとか、そのサドンデスとか、サドンデスは辛すぎるか。まあ、ちょっとね、違ったこういうペッパーソースとかも用意してみると、味が全然違うんで、また面白いと思います。あと、見た目がちょっとおしゃれな感じ。なんかタバスコよりもなんかこれでパスタ出された方が、おお、なんかこの人すごいっていう風になったりとかしません？そんなことないかな。僕のおすすめは、マリーシャープスのこのグリーンホットというやつです。中辛なんですけれども、僕は辛いのが好きなんですが、あんまり得意ではないので、これを使っている感じです。で、必ず最後にパセリ。これも絶対、振ってください。絶対振ってください。100円とかで売ってるんで、見栄えが全然変わります。で、もしお好みとかで、胡椒っぽいのが好きでしたら、最後に粗挽き胡椒とかも振ると、すごく見た目が良い感じです。で、もしあれば、パルミジャーノ・レッチャーノ、もしくはパルメザンチーズとかで、彩ったりとかすると、すごく良いかなという感じでございます。こんな感じでミートソース出来上がりました。イエーイ！うまくできましたでしょうか。まあ、最初に言った通り、人参のみじん切りと玉ねぎのみじん切りがめんどくさいです。で、特に人参はすごくめんどくさいです。けどね、人参たくさん入れると栄養価も上がりますし、すごく良い感じなので、ぜひ入れていただけると嬉しいなという感じです。ちょっと手間はかかるんですが、頑張って作ってみてくださいませ。そして、こっち側のパスタはこのままラップをかけて置いておきましょう。で、食べるときになったら、温めて食べる感じです。ちょっとお恥ずかしながら、今、我が家に電子レンジがないので、後で食べるときになったら、このままフライパンに開けて、ちょっと温めて、ソースを絡めて、炒めてっていう感じで食べようかなと思います。とりあえず、このまま放置です。続いて、冷凍保存の仕方に進んでみようかなと思います。それでは、先ほど言いました通り、冷凍保存の仕方を皆様にご紹介していこうかなと思います。まあ、冷凍保存の仕方といっても、別に普通に測って、くるむだけなんですけれども、まあ、よかったら参考にしてみてくださいませ。こんな感じで電子ばかりを1つ用意していただいて、それにこのソースを乗せて重さを測りながらくるんでいきます。だいたい目安としては 140g です。1食 140g。そのくらいがまあちょうどいい具合かと思います。大盛りとかだったら160とか180とか言ってもいいかもしれませんし、小盛りだったならば120とか110とかそのぐらいでもいいかもしれません。とりあえずまあ僕はいつも140ぐらいを目安に
やってるような感じです。で、乗せて148ですけども、まあ、よしとして、向こう、右側をこっちに持ってきて、左側をこっちに持ってきてと。で、この真ん中で合わせつつ、下を持ち上げて、上を持ち上げると。まあ、こんな感じになるわけです。タプタプっとね。で、この状態から100円ショップとかで売ってるような、こういうタッパじゃないか。金属バットっていうんですかね。まあ、こういうのにこう並べていきましょう。こういうバットとかに入れておくと、その熱伝導率みたいなのが変わるらしくて、まあ、冷凍しやすかったりとかするわけなんです。冷凍が早かったりとかするわけなんです。でも100円ショップとかで買えばね、100円とかで売ってるんで、まあ、1つ2つぐらい持っててもいいかなという感じでしょうか。いやー、今回もすげえ大量に作ってるな。何食分なんだろう、これ。おすおす。これで完了でございます。1食食べて、5食分の冷凍保存と2食分のミートソースという感じで、まあ合計で8食ですかね。8食分のミートソースという感じでございました。140g 換算で。まあこんな感じでね、その大量に作っておくと、その小分け冷凍できてすごく便利ですし、まあ食べるときもそのまま解凍してパーッと食べれるので、すごく便利かなと思います。で、解凍するときにちょっと注意したいのが、まあ冷凍するとこれがもちろん硬いわけじゃないですか。で、解凍するときにこっち向きで解凍しちゃうと、汁がダダ漏れになるんで気をつけてください。必ず解凍するときはこのままで、解凍すること。普通に室温とかに置いといても大丈夫ですし、時間がないときは電子レンジとかでピピッと加熱して、フライパンとかと炒め合わせたりとかすればすごく良い感じになります。で、こういうバットとか用意して、この上にバーッと並べた方はこのまま冷凍庫に突っ込めば OK。あとは必要な時に、解凍して食べるようにしますと、はい、そんな感じで、以上がミートソースの作り方という感じでございます。なんだかイメージはつかめましたでしょうか。まあ、普通に、大量に作って小分け保存をするような、食品だと思いますので、作るんだったら、まあ、たくさんバーッと作って、小分け冷凍とかしておくと良いかなと思います。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。パッパッパッパイ。